こんにちは、カフェテランゴの小島です。本日ご紹介する伝説はこちら、エルインヘルト農園エルタンケブルボン酒 100%。 インヘルトとは現在4代目が運営するガテマラを代表する歴史ある大コーヒー農園です。そしてエルタンケとは2006年、インヘルトが初めて COE を1位獲得した同じ区画だけでなく同じ品種のコーヒーです。特筆すべきはその標高の高さ。通常ガテマラはコーヒーを標高で7つのグレードに分けています。最も高いのは約 1350m 以上、ストリクトリーハードビーンと呼ばれるものです。対して我々が販売しているインヘルト約1600、中でもこのエルタンケは1800から1850と、その突出具合が分かります。ではフレーバーの凝縮具合はどうでしょうか。ブラウンシュガー、カラメル、メープル、クルミ、バターなどボディやコクのある甘さ、華やかなアクセント、そして加えて、メロンやピーチ、カシス、レザーなど大粒品種っぽいフレーバーもございます。実は今年コロナでインヘルトの卸先も影響を受けています。結果、長年付き合いのあった我々カフェテナンゴになんとか回ってきた非常に貴重なコーヒーです。ブルボン、数ある品種の中でも歴史ある、クラシックなものです。その到達点をインヘルトは教えてくれます。本物を体感するならぜひカフェテナンゴで。それでは。